よく芸能人の人とかが小さいおじさんの話とかするじゃないですか。僕も人生で一回は会ってみたいなと思って、ちょっと家の中探してみようかなと思って、ちょっとまず本の下見てみたいと思います。まあそう簡単にはいないですよね。次はね、冷蔵庫の中とかもちょっと潜んでるんじゃないかなと思うんで、冷蔵庫の中見に行ってみたいと思います。じゃあ冷蔵庫の中も見てみたいと思います。どうかな、千切りキャベツに水にパン、やっぱりいないですね、冷蔵庫の中にも。やっぱり家の中というより外なのかなっていう感じなんで、ちょっと外も見てみたいと思います。いやー、小さいおじさんなかなか出会うことができませんね。以前この小人には出会えたんですけど、またいつか小さいおじさんに出会えたら皆さんに紹介したいと思います。